小木曽です。木崎です。恋愛トーク月間、うん、本日は、彼女を作るならこの武器持っとけ。おお、どういうこと？彼女を作るときに、うん、男性がこれを持ってたらすごい有利ですよっていうものを、お二人には階層分けしていただきたい。はいはいはい、それとそのための S が今回、もうそれだけでもう好きになっちゃう、うん、OK っていうぐらいな武器、はいはい、A が有利なもの、うんうん、まあ、普通に有利。 B がまああれば有利かな、なくてもまあ、うん、まあ C は別にあんまりいらない。いらない。なるほどね。男の武器ね。そうです。もう確かに考えたことないけど。そうだね。何があったら有利か知れたらいい。私たちは女性目線でそれを。そうですね。ほお、楽しい。面白い。うん。じゃあ早速いきますか。早速いきます。はい。うん。高身長。そういうことね。なるほどね。高身長はちなみに180cmからにしましょうか。ちょっとカンニングしないでください。ちょっと先生カンニングしてきます。この隣の子漢字が分からないっていうね。ちょっとお金持ち。お金持ち、むずいねこれ。もうね、体型、これは好きな体型、例えば細マッチョとか。そうイケメン。イケメン、顔が良い、うん、はい、おしゃれ、はい、面白い、足が速い。でもさ、小学生の時とかあったよね。確かに足速い子とか持ててた気がするもん。歌が上手い、はい、うん、これ歌手レベルじゃなくてですよ、一般的に。カラオケとか行ったらね、上手いみたいな人ね、いるよね。いるいる。なんかスタッフさんも自称歌が上手いらしい。え、そうなの、ね、私と同じぐらいかな。それはすごい上手い。車を持っている。あー、なるほどね。そっか、自分が求めてる条件っていうことにもなるのか、これ。そうだね。旅行が好き。あー、はい。どこに書いたの？ね、漢字。趣味が多彩。多彩？多趣味？多趣味。多趣味ね。優しい。うん、はい。公務員。公務員？次男。ああ、なるほどね。長男じゃないってこと？はい、次男ね。おもろいなこれ。ね。実家暮らし。あ、逆にしましょう。一人暮らし。ああ。はい。ミニマリスト。ミニマリストね。これむずいな。度合いにもよるけどね。確かに。アスリート。もう。オタク。うん。絵が上手い。絵が。この子に、この子にしましょうかね。はい。うん。なるほどね。せーの。じゃん。え、全然違う。え、S 少な。嘘じゃん。え、だってもうこれだけで OK だよ。あ、そういうこと？私はあんまり、ちょっと間違えちゃった。書き直します、一旦。ごめんごめん。ちょっとあの、多分ルールが木崎さんあんまり分かってなかったので。有利手でゲスで。むず。はいはい。優しい。はい、もう私は優しい人、あの好みのタイプ優しい人なので、うんうん、何よりももう優しさがなければなしです。まあ確かに優しければ、はい、うん、どんな見た目でも。そう、あとでも同じ感じで顔もだな、私。イケメンも相当好きな顔の人が現れたら、うん、もう何でも許しちゃうと思うんだよね。おお、そういうタイプの人もいる。危ないぞ。で、面白もそれと同じ感じ。相当面白ければ、うんうん、やっぱ芸人さん好きな人とかって。そうだね。ね、お金ないけど結婚してる人とかっているわけだから。うんうん、まあ確かにね、面白いも私も A なので、まあ有利。私あんまり好みのタイプがいなくて、顔とかのそのイケメンとかに関しては別にので、私は C でした。 A は？あ、おしゃれ一緒。おしゃれ。車はそうだね。木崎さんはあれだから B だね。うん。旅行好き入れました。お、あんまり入ってない。結構 B。うん。趣味系は、うん、なんか別にどっちでもいいかも。自分のに付き合ってくれる人がいればどっちでもいいから。うんうんうん。多
趣味ミニマリストもそうだけど、ミニマミストミニマリストミニマもそうだし、うん、オタクもエウマもまあどっちでもあれば、うん、トークにはなるから、まあ、そっかあってもいいし、なくたって別にいいしってぐらい。なるほど、ね、高身長もそうだね。高身長も私も一緒、うん、まあ、いらない、あっても別にいいけど、そんな身長で選ぶことってないかなと思うので、うん、アスリートがここにいるのが意外かも。次男とアスリート、確かに次男はめんどくさそうじゃないじゃん、いろいろ、ね、あの将来のこと考えた時に、まあ、わかんないけど、そうだからまあいいかなって思ったのと、うん、アスリートは別にっていうほどじゃない、だってすごいことじゃんアスリートって。そっか、そうだからあったら強みだよねって思うし、わかんない何のスポーツやるかわかんないけど、そういうの見に行ったりとかするの好きなので。そっか、そう、まあ試合とかやるんだったら。私アスリートは支えなきゃいけない重圧が無理、うん、確かにそれはあるね。だから別に料理面とか、なるほどね、それも考えてなかった。私はどっちかっていうと自分が次男だから次男だから、え、男だったんですか。あ、知らなかった、次男なんだ。あ、でもありがとう、有利に入れてる。末っ子だからね。そうだからやっぱ長男衝撃発言出た、長男系の人がいいな。あ、なるほどね。じゃあお兄ちゃんみたいな人的な、うん、お兄ちゃんみたいな人でもないけど。じゃあではない、お兄ちゃん泣いちゃう結構どっちでもいい、公務員とかもマジでどうでもいい。うんうん、私もそこら辺は仕事に関しては危ない仕事しなければいい、うんうん、別に公務員じゃなくてもいいし、ま、足早いとかは、うん、なんかもう子供の頃はあったけど、モテてたよね。あとはもう今、うん、足早いっていうよりは担いで足早かったら嬉しい、うん、なんかあった時に逃げ自分だけ逃げられるのやだ。一人ずつで走った方が早いからだからあんまり有利にはならん。そう、あ、なるほどね。確かに私も足早いは別にもう、だってさ社会人になってから足早いこと発揮するとこってあんまなくないですか。ないよね。そうだから別にどっちでもよくて歌が上手いとかは A。 お、意外と高い。これはやっぱりやっぱ自分がちょっとっていう自分はまあ、あの私下手だと思ってないけど、あ、いや、歌前に関しては、うん、やっぱカラオケで、うんうん、歌うまい人に惚れる説はある。あります、よく聞く、わかんない、なんかうまい人が多いからなのかわかんないけど。あ、なるほどね。歌うまい方多いですね、その業界的な意味で言ったら。あ、そっか。ちょっとみんなが好きな曲とか、うん、かっこいい曲とかさらっと歌われたらちょっとおってなる、うん、あ、好きかもってなるかもしれない。なるほどね。私別にだったな。金持ちってだけでやっぱ貧乏よりは有利だと思う。まあ、だってさ、お金ない方がいいっていう人いなくない、うんうん、っていう。そうなんだよ。私もそっちの持論かな。だからお金持ちで悪いことないよねっていう。でも一人暮らしやっぱ有利よな。有利でしょう。実家暮らしよりはやっぱ、うん、遊びに行ったりとかもできるし、うん、自立してるんだなっていうイメージがやっぱそこでもあるから、うんうんうん、まあ、いろんな事情はありますけど一人暮らしの方が有利だよね。うん、あと体型結構私重要重要、 S でもいいかもっていうぐらい。ええー、やっぱ筋肉好きな人とかね。私もともと華奢な人とかが好きだったんですけど、うん、そんなイメージある。なんか細めの、うん、だったんですけど、なんか年々年取ってくにつれて海外の方とかやっぱかっこいいなと思うようになって。やっぱクリス・ヘムズワーズとかねなんてかっこいいねそういうがっちりした方とか見るとやっぱわかる、かっこいいとかって見ちゃうから。そうだね、結構有利だ。それはあるかな。あるけど私もあんまり体型意識したことないな。結構分かれるね。ね、意外なので言うと歌うのがやっぱ意外かな、うん、意外、うん、そこでちょっと思うのは、うん、今 SABC 何にも持ってない男性がいるとしたら、うん、どれで頑張るのが一番いいですか。え、これ全部持ってない人、持ってない人が相当何も持ってないやつだそれ優しさ優しさマジで絶対いる、うん、誰に向けてもだし、明日からできる、今日が今からできる、うん、優しくなればいいだけだからね、うん、だって顔を変えようと思ったら整形しなきゃいけない、そのためにお金稼がなきゃいけないとかってなるじゃないですか。歌もじゃあボイトレ通うかもしれないし、知らんけど、うん、アスリートになんかね今からすぐになれるわけじゃないけど、うん、優しくはなれますよね。でもやっぱ車も一個あると思う、うん、車持ってなくても免許を持っとけば、うん、今いくらでもどこでも車借りてすぐ帰ってたりするから、うんうん、そうだね、優しさと車、うん、車免許を取る。
あと一人暮らしをする、一人そうだ、ね、暮らしでもお金がないとね、うん、そう、そこら辺やっぱちょっとお金から関係してくるから、おしゃれじゃない、おしゃれもでもさ、うん、人によるよね、その人にとっておしゃれなのか、王道におしゃれなものって雑誌とかに載ってるから、うん、そうだね、それとりあえず買い揃えれば間違いない、あとぽっちゃりしてたりする方は、あの体型を磨くべく、そうだね、ダイエットするとか、うん、そうですね、ちなみにおしゃれで言ったら、僕はちょっと近々お二人にこういうのはどうですかっていう提案をしたいので、あ、メンズコーデみたいな、はい、それスタッフさんがモデルとして歩いてくれるんですか、あのスタッフさんがモデルじゃなくて、うん、はい、無難、これを着ると一番誰にも嫌われずに受けますよっていう、なるほどね、尖った服じゃなくてね、そうなんです、結局おしゃれが難しいのって自分に何が合うかがわからない、うん、誰でも合うような、くしゃみですね、くしゃみね、すっごいバカにされてるだって、くしゃみってそんな、ごめんなさい、誰でもいいですね、それはそう、うん、誰でも取り入れられるものをちょっと提示したいんで、それがイエスかどうかまた言ってください、はい、うん、はい、はい、いやでもなかなか面白い実験でした、ですこれ皆さんやってもらいたいですね、いろんな方が、うんうん、一人暮らしして、はい、優しくなって面白くなっておしゃれを学んで、そうですね、やることはいっぱいあります、まあ女子もそうですけどね、自分磨くことも、うん、もちろん女子もするので、いや本当そうだよ、はい、何かの参考になるか分かりませんが、はい、頑張ってまいりましょう、こんな人はモテますはい、ということでちょっと楽しい、あのいつもとは違ったね、うん、感じのトークテーマでやらせていただきました、以上、小木曽さんと木崎さんでした、バイバイ、バイバイ。免許取ろう、免許、頑張って免許取ろう、免許取る話どうなったの、どうなったんやろ、あれだってもうさ、最初の予定ではもう取れてる予定だったよね、うん、もうもうだって木崎さんの車でロケ行くっていう企画を、そうそう、もう外車に乗ってる予定だった、温めてんだけど、あ、まだですか、少々お待ちください、はい